っていうのは、うん、1個それができるようになった基準があると、はい、その後の科目の進め方がだいぶやりやすくなるんですよね。そうですよね。赤本解いた方がいいんですかみたいな質問あると思うんですけど、うんうん、それはどうですか。でもこの時点だと、はい、まあ、第一志望の赤本特にそうだけど、はい、武田塾チャンネル。まあ、時期的に、うん、これ、まあ、ちなみに収録6月なんですけれども、はい、まあ、みんなが気になるであろうって実際質問されてますね、よくっていうネタがあって、はい、何かっていうと、はい、夏の過ごし方。夏、受験の夏。受験の夏。あ、辛いな、うん、まあ、やっぱいろいろ気になると思うんですよ、はい、その夏どう過ごしたらいいかっていうのをまず今回やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、夏の過ごし方続きまして、うん、夏の目標と、はい、あと具体的に何やりゃいいのみたいな。そうですね、確かに、うん、話、うん、まあね、具体的な話はまた引き続きやっていきたいと思うんですけど、はい、さっき志望校ワンランク下までっていう話が出たじゃないですか、はい、出ましたね。まあ、そこについてもうちょっと補足するとお願いします。例えばほら、私立の志望とかだと分かりやすいじゃないですか、はい、早期行きたい人だったら、はい、マーチ受かるレベルまで、マーチ受かりたい人だったらまあ、日東駒線レベルまで大体参考書を仕上げて過去問とかで合格点取れるぐらいまでやっていくと、はい、もうそれこそ8月の末にそのワンランク下の自分が志望校としているところのワンランク下の入試があるぐらいのつもりでやっておくと、うん、まあ、それ目安として分かりやすいと、はい、じゃあセンターはどうする。確かに、うん、センターどうしたらいいですか。センターは、はい、まあね、一つ目標としてできれば達成したいのは、はい、マイナス1割目標点、マイナス 10% ですよね。例えば、うん、まあ、80% 必要な大学だったら、まあ、70% 欲しいってことですよね、うん、そうそうそう。で、うん、ただね、はい、これそのさっきの志望校ワンランク下受かるようにって話でも実は同じ話があるんだけど、はい、とは言っても、はい、3科全部それを届かせるのは割と厳しいと思うんですよ。そうですよね、うん、結構大変ですよね、うん、だから春から始めてると割とね科目の差が出てると思うんですよ、この時点で、はい、夏から夏にやっていくと、うん、だから、はい、一つまずやっておいてほしい、うん、具体的にやることとして、うん、一つの科目をある程度の完成を 見たいっていうところがあるんですよね。うん、なんていうか得意科目を作り上げておきたい、夏までに。そう、夏の間にですね、うんうんうん、なるほどね。そう、はい、まあ、そのセンターだけの科目とかは、うんうん、まあ、まだできなくても大丈夫。そう、できなくてもいいけど、はい、特に2次で使う科目なんかで、はい、自分が武器とする科目を夏の時点である程度固めておきたいっていうのがあるんですよね、はい、うん、っていうのは、うん、1個それができるようになった基準があると、はい、その後の科目の進め方がだいぶやりやすくなるんですよね。そうですよね、そこ全然えらい違いですよね。そう、うん、全部こう中途半端な出来になってると、うん、結構ガタッといくことが割と多いんですけど、この科目は、うんうんうん、この教科はとりあえず大丈夫だみたいなのを1個作っておきたい、うんうんうん、っていうところですね。そうですね、うん、確かに。で、うん、まあ、それを踏まえるとやっぱりその、ね、夏休みの間で今の自分の状況だったらこういうところまで終わらせときゃいいかなみたいなのを決めて、はい、まずはその、うん、細かく今月何やろうとかっていう、まあ、勉強計画の立て方とか参考にしてほしいんですけど、うんうんうん、いうことを決めて、はい、まず形作っていくっていうこと、はいはい、うん、まあ、一科目はちょっと特段部作んないといけないね、うん、であとはやっぱり、はい、特に演習に入りたいね。具体的に目標としてやっておきたいこととしては、はい、要は知識入れて終わりじゃやっぱりダメで、さっきその志望校ワンランク下って言ったのも、うん、挑んでほしいんですよね、過去問だったり、うん、演習問題っていうものにっていう、うん、そのレベルまでの基礎知識をつけてもやっぱりそれを使いこなせるってまた別の話なので、うん、それを使いこなせるってところまでやりたいですよね、うん、夏の最後まで。そう、夏で挑んでみてほしいんですよね。そうなんですよね。だから、まあ、志望の過去問じゃなかったとしても、はい、もう秋以降は、はい、本当に志望校のことしかほとんどできなくなるとは思うので、うんうんうん、その前にちゃんと基礎固めて、うん、挑んでみて、はい、本当にできるか試すところまでを、はい、もしなり過去問でやっぱやるっていうのが目標だったりやることそうですね、うん、はい、あとはそのなんかよく聞くのがその赤本解いた方がいいんですかみたいな質問あると思うんですけど、うんうん、それはどうですか。でもこの時点だと、はい、まあ、第一志望の赤本特にそうだけど、はい、まあ、やっても解けないわな、ほとんどの人は。そうですね、うん、まあ、だから夏の終わりに要はその志望校のワンランク下まで行っていれば、うんうん、まあ、その志望校の赤本を一回解いて、まあ、どういうのが出るか把握するのはありって感じですか。だしある程度は解けるじゃないですか、はい、合格点までいかなかったとしても、はい、目処が立つよね。
そうです、何やらなきゃいけないとか、うん、そう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 、はい、それはとりあえず解いてみた方がいいかなと、うん、ただ、うん、進み具合によって、うん、その過去問に対する目標は変わってくるかなってぐらいですかね、はい、自分の今の状況を把握しないで赤本を解いてめっちゃできなくてへこむ人とかいるじゃないですか、うんうん、それはちょっと違いますよ ね、 そ, うですね。それは解けるとこまで行ってなかったら解けなくて当たり前だからって話なんですね。そう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 、はい、そこは気をつけてほしいです、うん、現状から考えてみてほしいかなと思いますね。はい、じゃあ続いて、はい、あのでも夏からスタートする人どうするのみたいな話を、あ、うん、いますね。でもしていきたいかなと思うんですけど、はい、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします、はい。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、すごいですね。参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい。でさらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、あのね、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。